どうもハンサムクロジです。今日はアイスを買ってきました。美味しそうなアイスね、新しくいっぱい売ってて、選ぶの大変だったんですけど、特に食べたいやつを3つ買ってきたのでご紹介。はい、1個目はこれ、安納芋の大学芋、雪見大福、うまそう、ハーゲンダッツ塩キャラメルマカデミア、おはようですね。とろける深い味わい、ガトーショコラ。どれから食べようかな、迷うな。全部美味しそうでしょ。これ特にこのガトーショコラ、このなんか気になるっすね。いっぱいつぶつぶ、袋結構大きいし、これから食べましょう。北海道産生クリーム使用、種別はアイスクリームだからうまいやつだ。7個入り、7個入ってるね。パッケージには8個ぐらい書いてますけどね。塗装になってる。じゃん、ガトーショコラ開けましょう。あ、もうパッケージの通りこんなちっちゃい、ちっちゃい、もうすげえ溶ける、これすごい溶けます、ね、いただきます。うまっ、これ美味しい。これチョコレートコーティングじゃないですよね。あの表面のチョコレートが普通に冷たくしたチョコレートを絡めてるっていうか、かなり溶けやすい印象ですね。でそのチョコレートの、美味しい苦味がちゃんとあって、中のチョコレートアイスもとろっととろける感じ、甘すぎず何個でも食べれる感じでしたね。ちっちゃいってのもあるけど、次々食べたくなっちゃいますね。ワインも入ってんだ、なんか香りも良かったもんな。これ美味しい。キューハーサム、次ハーゲンダッツ、あ、こうか。ハーゲンダッツの塩キャラメルマカデミア、マカデミアナッツ入り塩キャラメルコーチング、塩キャラメルソース、バタースカッチアイスクリーム。なんかね、コーチングって僕言うじゃないですか。これコーチングって言えって言われてるらしいです。これあのアイス業界はコーティングじゃなくてコーチング、コーチング難しいですね。まあでもいろいろ入ってるっていうのは分かりますね。で基本は塩キャラメル、美味しそう。僕塩とキャラメルが大好きですから。うわ美味しそう。これマカデミアナッツがもうボロボロに入ってますよね。最高だぜ。いただきます。あ、いい匂い。うまっ、うまっ神様、うますぎですよ。これ味はめちゃくちゃ美味しい。表面の塩キャラメルコーチングのパリパリっとした食感と、ナッツのねマカデミアナッツのカリカリっとした食感、これがまず最高に良くて、でバタースカッチアイスクリームなんだけど、そんなに甘すぎなくて、それよりもやっぱり中に入ってるソースの味が濃い。そのソースとまたねナッツが合うんですよね。めちゃめちゃ美味しかった。まあ、ただ味が結構全体的に濃いめなので、後半もしかしたら飽きちゃうかも甘さもしょっぱさもどっちも濃い感じ、結構ガチめにしょっぱい。ジューハーサム、そんな感じ。最後、安納芋の大学芋、雪見大福です。厚もち仕立て、あ、なんかちょっとちっちゃく見える。そんなことないか。こんなダメなんだ。結構ソースたっぷり入ってますね。黒ごま入りシロップってことだったんで、つぶつぶあるのかなと思ったけど、黒いソースっていう感じがしますね。イモッシュ、いただきます。うん、お餅は美味しいです。厚餅なのでもちもち感というか、もうトゥルトゥル感強め。ただアイスの安納芋感っていうのは、まあ、ほとんどなかったですね。一番特有のねっとり感みたいなのもちょっと弱いですね。アイスになっちゃってるんでしょうがないですけど、これじゃない感は若干ありましたね。ソースもあんまり印象強くないです。まあ、ちょっと甘いかなくらい、でも美味しかったですよ。ナナハンサム、はい、というわけで3つアイス食べてみました。一番美味しかったのはもうハーゲンダッツ。ハーゲンダッツは高いし、そりゃそうです、美味しいです。おはようのあのガトーショコラも美味しかったです。その2つ最高ですね。気になる方はぜひコンビニへ。以上、ハンサムクロージーでした。バイバーイ。